NTT ピカセンド RHV-300 は、日立製作所が開発した ISDN 電話模様の固定テレビ電話装置の高級機であり、同社の商標及び商品名である。NTT フェニックスシリーズの上位機に相当し、OEM 供給名はピカセンド R と称する。HV-300 は次世代固定電話を目指して開発された動画通信端末であり、 ISDN 電話網を利用して、音声の他に15フレーム、秒のスムーズな映像を相互に送ることができる、固定テレビ電話装置である。NTT から発売された、ピカセンド R は、HV-300 の OEM 名である。また HV-300 は、固定テレビ電話システムとしては、世界で初めて特別なサービスを介さずに、立ち点ビデオ会議が行える装置として発売された。 後に廉価版して、性能を落とし価格を下げた、HV-31 も発売されている。こちらも NTT にピカセンドリーの名称で、OEM 供給された。いずれも、NTT から発売された固定テレビ電話装置、フェニックスシリーズの上位機種とされ、固定テレビ電話装置における高級機に位置付けられている。HV-300 よび HV-31 は、 フェニックスシリーズともビデオ通話が行えるようになっている。また、アナログ回線向けテレビ電話を想定して、ISDN の1バイト回線のみでもビデオ通話が行えるようになっているが、基本は2バイト回線を利用し、1、5の帯域を音声に、残りの4、5の帯域を動画に割り当てて、スムーズな映像と音声の伝送が行えることを目指した仕様である。 アド p CM を用いることで、音声を短いで圧縮展開しつつ量資料を飛躍的に小さくすることができるため、動画側により多くの帯域を割り当てられる。ただしアド p CM を利用したビデオ通話は、同期主観でのみ利用できる。ISDN 固定テレビ電話においては、その通信規格に国際基準が存在するため、 概ね機種やメーカーに関わりなく相互通信が行えるようになっている。例では、フェニックスミニとピカセンド R では OEM 供給元から異なるが、相手の通信方式を自動的に認識し、切り替えてビデオ通話することが可能である。一般的に同機種同士でなければ、同じメーカーの機種であっても、国際基準方式で接続される。こうした場合、 たとえ OEM 供給された同一機種との通信であってもアド p CM を用いた高効率通信が行えない等問題が発生する。具体的には最大効率を得られる設定と比較し、おおむね秒間5フレーム程度削減される。一般的に ISDN 固定テレビ電話の多くは限られた帯域を最大限に有効に利用するため各機種ごとに 独自の通信方式を採用している製品が多く、動画のスムーズさや音声の明快さ等に重きを置くのであれば、同一メーカーの同一機種同士で通信、通話するのが望ましい。ただし、ピカセンドシリーズと HV シリーズの組み合わせで、あるならば立ち点ビデオ会議に関しては、行うことができるようになっている。価格設定が商用固定電話機としては極めて高額であったためか、 個人での導入例は少なく、主に大企業における重役連絡用としてや、医療関連事業におけるカンファレンスや、患者と医師との連絡用に利用される例が多い。特に要介護者宅や出歩けない高齢者との連絡、等に限定しては一定の評価を得ている。一部地域ではこれら製品の利便性や、画質の良さを利用した遠隔診療等も行われており、大きな成果を上げている。 また、学術上の目的で研究室と現場をつないだり、輸入事業においても実際の商品がリアルタイムで確認できることから、海外の業者と商社間の連絡用に使われる等の例が多い。ありがとうございます。